朗読娘の朗読部屋ラジオ、湯本和樹の高木への憧れ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、朗読娘の湯本和樹です。この番組では私湯本和樹が趣味の登山や朗読やそれ以外のことについてもゆったりとお話ししていきます。この回が配信されるのは12月3日ということで、よくなんとかの日ってあるじゃないですか。で、例えばですけど祝日じゃなくて、その割と世間一般で知られているので言うと、例えば5月30日がゴミゼロの日みたいなあるじゃないですか。で、そう、これ結構懐かしくて、皆さん小学校でその給食の時間にお昼の放送とかってあったじゃないですか。で、私小学生の頃放送委員会に入ってたんですけど、まあ、そこでその小学校でその給食の時間にそれを担当してて、まあ、今日は何の日っていうコーナー必ずあったんですよ。で、その日が何の日なのか紹介してたなっていうのを唐突に思い出しまして、ちょっと久々にやりたいなと思ったので今日の調べてきたんですね。で、ご紹介します。12月3日結構たくさんありました。まずカレンダーの日、それから奇術の日。この奇術っていうのマジックの方ですね。これ面白いんですけど、奇術、そのマジックの掛け声が1、2、3だから1、2、3で12月3日っていうことらしいです。あとは、魚群探知機の日、国際障害者デー、個人タクシーの日、あとわらべ歌保育の日、あと最後に一番聞きなじみのないものがひっつみの日っていうのがあって、このひっつみって何かっていうと、もしかしたらその岩手にゆかりのある方だとご存知の方多いと思うんですけど、岩手県の郷土料理らしくて、水豚ってあるじゃないですか。そのお団子みたいなもちもちしたものが入ってるその汁物の一種らしくて、それを広めるための日でもあるらしいです。なんかね、結構久々に調べてみたら結構面白かったので、またちょっと定期的にやっていきたいなというふうに思いました。はい、ではそんな感じで始めていきましょう。この番組の感想などはぜひハッシュタグ朗読部屋ラジオをつけてつぶやいてください。朗読娘の朗読部屋ラジオ、湯本和樹の高木への憧れ、皆さん今日もよろしくお願いします。竪穴住居のお部屋探しは一大事。取った獲物を新鮮なうちに焼きたい。土器を作るためのろくろを置きたいんだけど、近くの貝塚は清潔に管理されているのかしら。土偶を置くスペースは？お部屋の問題すべて解決。お部屋ミニミニ見に来てね。こちらのミニミニもよろしく。この放送は東京湯島にある朗読部屋スタジオからお送りしています。改めまして湯本和樹です。結構ですね、最近は気温の変化もあってすごい寒い日もあるなっていう感じなんですけれども、そうですね、冬物がなんかいいの見つかったらいいなっていうふうに今思ってるんですけど、今日家を出るときにクローゼット覗いてみたんですよ。そしたら服が全然動かなくて、クローゼットにね服がありすぎてめちゃくちゃパンパンになってるんですよ。だから私気づいたんですけど、手前にあるものしか着てないんじゃないかなって思って、多分で、その例えばですけど季節の変わり目とかになると、あの商品欲しいなみたいな風に思って、まあ、ネットとか店舗で探して購入したりするじゃないですか。だけど多分ね、後ろにも同じようなのあるんじゃないかなっていう気がしてて、でもだから物を整理する必要あるなとは思ってて、今シーズンに発売されるような新しいものも欲しいなとも思いつつ、年末もね近づいてきたのね、断捨離もしたいなって思ってて、気分すっきりして冬物探し楽しみたいなっていう願望はあるんですけど、それが叶うかはちょっとわからないですね。で、私黒のコートとかね、羽織りやすいそのオーバーサイズのものを着ることが多いので、冬物ちょっとね
カラフルになんか色で遊べるようなコート買ってみたいなって思ってて、まあ、今考えてるのがベージュとかあとはカーキとか、なんかそういうのいいなって思ってて、まあ、こうやってものが増えてくんでしょうねあのもちろんね今あるものを使うのはいいことだと思うので、まあ多分ちょっと奥の方に封印されてると思うので探してあげたいなっていうふうに思ってます。はい、ということでですね、あの今日登山の服についてちょっとお話ししていきたいなっていうふうに思ってまして、皆さん山の服って聞いてどういうのを思い浮かべますかねってことで、まあ山で服装ってすごく大事で、まあ、それこそ下手したら命に関わってくるものなんですけど、まあ、体系的な話をすると、だいたい春夏の暖かい時期と秋冬の寒い時期の、まあ、ざっくり言うと2種類とかに、ね、なってくるのかなって思いますけど、まあ、もちろんその山のレベルというか標高によっても全然違うんですけど、それこそですね、高尾山だったりとか、あとこの間行かせていただいた御岳山みたいな、まあ、ケーブルカーとかリフトがちゃんと整備されてて、で、まあ、道も舗装されてるような山だったら、まあ、全然本当に下界と同じような普段着でも、まあ、正直問題ないんですよ。まあ、もちろんねサンダルとかヒールとかスカートとかはね避けてほしいなとは思いますけれども、まあ、あとね天気が変わることもあるので防寒具とか雨着は持って行ってくれればいいかなっていう感じで、でもそのくらいなんですね。まあでも全然だから登山用品店とかに行く必要もないと思いますし、日用品で問題ないんですけれども、まあ、だからちょっと話それるんですけど、高尾山って独立法、その単独の山じゃないんですよ。そうだから他の山と連なってるんですね。で学生の時に部活の合宿でその奥多摩方面の山を登ってて、通り道として高尾山通過したことがあったんですよ。でその時に私がしてた格好が、まあ、他の周りのね部活のメンバーもそうですけど、60リットルとか70リットルぐらいのものすごく巨大なザック背負って、でガチガチの登山スタイルをしていたので、もちろんね全然ダメなことじゃないし、むしろ正解なんですよ。なんですけどすごい目立っちゃって、すごいなんかいろんな方の視線を感じるし、すごい人が多かったんですよ、時期的にもよくて。あとねどこから来たのってなんかおじいちゃんとかおばあちゃんにめちゃくちゃ話しかけられて、ちょっと恥ずかしかったですねまあなんで、まあ、高尾山とかは全然本当にヒールとかサンダルを避けてもらえれば、羽織と雨具があればいいのかなっていう感じなんですね。でいや私は高尾山以外の山にもその挑戦したいなっていうような方は、ぜひ登山用品店に行っていただいて、きちんとしたものを買うのをおすすめします。まあ、登山メーカー分かりやすいので言うとモンベルさんとかノースフェイスさんとかね、ぶっちゃけ高いです値段が。でもその金額を出すだけの価値はあって、もう本当に機能性にも優れてるし、快適な山ライフが送れるんで、本格的にね登山始めてみようっていう人は、まあ、ぜひちょっと高いんですけど登山メーカーのものをちょっと買ってみていただきたいなというふうには思います。でじゃあどういうの買えばいいのっていう話なんですけど、山で大事なのってまず一番は水に強いことなんですよ。これ理由は簡単で、まあ、濡れるとね体冷えちゃうし、そうで低体温症とかってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。でああいうのにもつながりかねないので、まあ、本当にちゃんとそういう水に強いものを買わないと危ないんですね。でも、まあ、山で雨に降られるなんて日常茶飯事なんで、まあ、水をはじく素材とかあと乾きやすい素材とかを選ぶのが、まあ、これはもう鉄則です。で下着だと一番いいのが、これ登山メーカーじゃないんですけれども、ユニクロのエアリズム、あれめちゃくちゃ汗吸収するしすぐ乾くから素晴らしいんですよ。めちゃくちゃ重宝してますね。であとね結構ユニクロって登山メーカーじゃないんですけど山に便利な服結構売ってて、私が重宝してるのがウルトラライトダウン、あれ軽くてめっちゃちっちゃくなるダウンなんですけど、まあ速乾性とかね撥水機能は別に特別強いわけじゃないので登っている最中にはあんまり向かないんですけど、まあ、山頂でね秋冬の寒い時期に、まあ、テントの中とかで過ごしている時に、まあ、着るとすごいあったかいしいいですね。
ちっちゃくて軽いから持っていきやすいんですけど、あれは私実は寝袋で寝る時の枕代わりにもしてます。ちょうどいいんですよあれだからめちゃくちゃ便利ですねあとそう話前後しますけど、乾きやすい素材で言うと、まあエアリズムもねその一種ではあるんですけれども、基本的に全部の服を化学繊維にするのがいいですかね。ポリエステルとかで、普段私たちが着てるような服って、まあ、今は多分私が着てるのもそうなんですけど、大半が綿100なんですよ。だと結構汗とか乾きづらくて山にはあんまり向かないかなって思ってて、でまあそうすると、まあ、それこそ登山メーカーが売っているような山用のシャツとかズボンとかって全部化学繊維だから、まあ、そういうところでなんかお気に入りのいいもの見つけられると個人的にいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で私 T シャツが結構好きで、登山メーカーのものよく買うんですけど、最近結構可愛いデザインのものが多くて、キャンプ道具の絵がね描いてあるやつとか、あとは動物のイラストが描いてあるやつとか、まあ、色も色とりどりでそういうの選ぶのも、まあ、登山の楽しみの一つなんじゃないかなって自分で思ってて、結構いろいろ探しちゃったりしますね。あとその水を弾く素材としては、これはその雨具とか登山靴の素材なんですけど、必ずゴアテックスってものにするのをおすすめします。ゴアテックスってこれめちゃくちゃすごい素材で、まず防水性がめちゃくちゃ高いんですよ。それこそそのもちろん経年劣化とかしますけど、買ったばっかりだと全然水吸い込まないで、水弾くんですよ。爬虫類の皮膚とかって見たことあります？爬虫類の皮膚に水垂らすと水滴というか水玉みたいになって染み込まないでそのままつるんって落ちていくんですよ。あんな感じです。そうだからすごい強くて、あとねゴアテックスの強すごいところは蒸れないとこなんですよ。レインコートとか雨具って普通の着ると、まあ、どうしてもかいた汗が出ていかなくて、まあ、いわゆるビニールハウスみたいな状態になっちゃうから、着ると蒸し暑くなっちゃったりするじゃないですか梅雨の時期とかで。それが全然ないんですよ。めちゃくちゃ快適なんですよ。あとね、そう風に吹かれてもその服の中に風が入り込んでこないから本当に最強の素材です。初めて、まあ、そのゴアテックスの、ね、雨具を着て雨に打たれてみた時に、なんて素晴らしい素材なんだと思って。なんでね、皆さんも登山用の雨具買うときはぜひゴアテックス製のものを買ってみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。で、あともう一つ大事なポイントがあって、重ね着をすることなんですよ。山とかってその時間とか標高によって気温も天気変わってくるじゃないですか。で、そういう時に温度調整がしやすいように、例えばですけど私がよくやるのは、春くらいの山だとエアリズム着て、その上に長袖のインナー着て、で、半袖の T シャツ着てアウター羽織るみたいな感じなんですよ。で、まあ、エアリズムに関してはさっき言った通りで、で長袖のインナーに関して言うと防寒と日焼け対策の両方の理由があって着てますね。まあ、今例に出したのは春の服ですけど、それこそ夏のすごい暑い時期でも私はこの長袖のインナー必ず着てて、で夏って暑いんじゃないかなって思うと思うんですけど、確かに昼間暑いんですけど直射日光が強すぎて、その直射日光が皮膚に当たった方が絶対痛いんですよ。で、まあ、その時仮に大丈夫だったとしても、その後その日焼けしすぎて体調崩しちゃったりする人がたまにいて、だから、まあ、なるべくね日焼け止めもちゃんと塗って、長袖のインナーもきちんと着ていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、なので、聞いてくださってる方でもしその本格的に登山やってみたいなという方はぜひ水への強さと重ね着っていうのを意識して登山用の服買いに行ってみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日は以上です。次回からも登山や朗読に関するお話をしていきたいと思います。感想や質問などもお待ちしております。青梅線で気軽に行けるパワースポット御岳山。青梅線御岳駅からバスとケーブルカーで30分で山頂に。東京と横浜が一望できる天空のパワースポット。もちろん登山もおすすめ。
最初の傾斜にびっくりするけど、舗装された道で1時間と初心者にはぴったり。中心となる武蔵御嶽神社には国宝級のお宝がいっぱい。鎌倉殿の13人で中川大志さんが演じた畠山重忠のお宝も。ロックガーデン、綾広の滝、七代の滝と見どころいっぱい。長尾平、日の出山、御嶽平など絶景スポットいっぱい。ラフティング、カヌー、ボルダリングなどアクティビティも盛りだくさん。お犬様もいっぱい、猫ちゃんいっぱい。東京から気軽に登れる天空のパワースポット、御嶽山。お送りしてきました朗読部屋ラジオ、湯本和樹の高木への憧れ、まもなくお別れのお時間です。この番組についての感想や質問などはハッシュタグ朗読部屋ラジオをつけてつぶやいてくださると嬉しいです。どんな内容でもいいので、ぜひ感想質問などをお送りください。 X の公式アカウント、朗読娘と朗読部屋スタジオや YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。またこのスタジオで収録した朗読が YouTube にアップロードされています。 TikTok、YouTube ショートでは歴史 CM も配信しております。気になる方、こちらもぜひご覧ください。はい、ということで、本当になかなか冬になってくると標高の高い山に挑戦するのって難しくなってくるので、私もね、しばらくは日帰りで行けるような山を楽しみたいなっていうふうに思います。なんか話してたら久々に高尾山も行きたいなって思ってきたので、ちょっと本当にね、前回高尾山に行ったのが2年前とかなんですよ。なのでちょっと時間を見つけて行ってみたいなというふうに思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は朗読娘の湯本和樹でした。また次回、私の山トークと朗読にお付き合いください。それでは皆さん、ごきげんよう。